人でもわがまま言ってないで、少しは大人になってください。やだエルダ、大人になんかなりたくない。エルダさん。エルダさんはやめて、エルダちゃんって呼んで。エルダさん言うことが聞けないなら出て行ってもらいますよ。やる気パワーを奪ってくるまで屋敷には入れませんから。もうだったらエルダ、こんなところもう戻らない。何、エルダが家で？バトラーと喧嘩して出て行ったみたい。たく、かったり。私も子供の頃は家出の一つもしたくなったことはあったけど。ま、腹が減ったら戻ってくるだろう。おいしい。人間の世界ってゴミやメロンパン以外にもおいしいお菓子こんなにあったんだ。かつく。お、いたいた。やっと見つけたぜ。たくかったり、家でなんかしやがって。チョンゲーレ。ほらよ、とっととやる気パワー集めて屋敷に戻ってこい。じゃあな。出て行ってもらいますよ。エルダちゃん戻ったの？おかえり。家ではどうだった？もう飽きた。だったら素直に帰ってくれば。やる気パワー持って帰れなかったから、バトラーに叱られちゃう。仕方ないわね。はい。これって、こんな時のためにタンス貯金してあったやる気パワーよ。ほんの少しだけど。ほら、これ持ってバトラーのところに行ってきなさい。